で、キープレイヤーの栗原で、ジャスティン・マッツ、アンガス・ブラントはシーズン途中加入の2人ということになります。ここ10試合2桁得点続いてます。デビン・オリバークラッチシューターです。キープレイヤー須藤光也、この5人です。回ってキングだ、浮かせましたが惜しくも入らず、スコットが抑えます。横浜としてはリバウンド一つ課題です。取るのはレフリー川村していきます。白いユニフォーム信州です。まず山本ボールコントロール、さあここ決められるか、ここは決めました。ブラントです。来た形になります。21対20で横浜リード。三井が入ってきている。三井いい、ね、決めてきました。この思い切りのいいスリーポイント、いいですよね。はい、気持ちとしても楽になりますね。選手は今日2本目のフリー成功。ここはスイッシュで決めてきました。ドンビー、そして石川、森をかわす前にタイショットでした。スリーポイントだ。うわー、マーシャル、はい、うまいんです。うまいんですね。ターンオーバーを減らすこと、もうそうなんですけれども、リバウンドであったり、はい、そういった基本的なところですよね。それはしっかりできるかですよね。栗原のツーポイントです。やられた感じもあった信州。あ、開いた、ドンビー、いいプレーだ。ただここはエンドワン。足りない。そうですね、今田村選手とあともう一人、はい、うわ、よくつないだ、ボードの裏から。そしてマッツ、ちょっと振ってインサイド、マーシャル、うまい、うまいですね。よかった、信州のバスケットみたいなものが、そうですね、はい、マイケルコーチの目指してる、はい、バスケットみたいな感じですね、はい。まあ、ただこうオールコートで来る横浜、かわしたマッツです。うわ、ねじ込んでくるか、自ら取る、よく決めました。星野、マーシャル、しっかり決めてくる。さあ山本、外に振ってマンツー、時間を使ってくる。山本スリーポイント、うわー、石川がボールを持ちながらフィニッシュ、ノーする、自分で行った、うわー、よし決めた。そしてガベージタイムに入った。信州ブレイブウォリアーズ、長いトンネルを抜けた。